日立国分寺は茨城県西岡市府中にある新言州地山派の寺院。三号は浄瑠璃山。陰号は東方院。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御事のりにより日本各地に建立された国分寺のうち日立国国分寺の後継寺院にあたる。本校では現寺院と共に 創建当時の遺構である日立国分寺跡、と日立国部アまでラートについても解説する。創建は不詳。日立府中鏡によれば、天平15年に寄港し、天平商法4年に成就したという。演技式主税料では、諸国本島に国分寺料6万束と見え、諸国国分寺のうちでも屈指の寺料を有したとされる。 不創略記任な四年十一月二十三日上では、本庁法家元気の引用として、日立国書生のアスカサダが、国分寺で供養を盛大に行ったと見える。また、最初文書によると、各喫二年の日立国留守書からの下し組みで、天平神語二年、延暦二十四年の大乗官府に従い、見法伏せ三百束と鉱読紙並び印層伏せ百二十四束が、創造されている。 府中平雄巡順乱記によると、創建80年後での陛下による消失のほか、天行2年の平の真っ逆度の乱で消失、天正13年の佐竹氏、大城氏の陛下で消失し、以後衰退したという。中世末期頃からは無銃であったとされるが、慶長年間に、近隣の母大参戦順位期高寺の住職が、国分寺住職を兼務するようになった。 府中大羅雄順覧記では、国分寺は、千住院末寺である旨が記されている。大正八年、千住院と国分寺との合併によって、現在の国分寺が成立し、千住院は、廃寺とされた。現国分寺の境内は、創建寺の国分寺跡の遺構上に位置する。その他、境内には、工房大師堂などの道具が建立されている。なお、 国分寺跡の注文の位置には、天正2年に二王門が建てられていたが、明治41年に消失している。掃除跡近道基断層建時の宗寺の掃除跡は、現在の国分寺と重複して位置する。地域は、東西約270メートル、南北約240メートル。画覧として、注文、近道、行道一直線上に配置し、注文左右から出た回廊が、 近藤に接続する。70頭の位置は、地域東側に推定されるものの明らかでなく、東進祖は現在は、国分寺境内に移し保存されている。その他、原国分寺の本堂西側では、首老祈願が見つかっている。アマデラアト回廊と近藤祈願虹跡は、国分寺の西北約600メートルに位置する。地域は、約1丁半四方。 東大寺式河覧配置で、南大門、中門、近道、坑道が一直線上に配置され、中門左右から出た回廊が近道を囲んで坑道に接続する。新編日立国史によると、アマデラは、天正18年の佐竹氏、大城氏の陛下で消失したという。所在地交通アクセス周辺日立国分寺跡に関するカテゴリー、日立国分アマデラ跡に関するカテゴリー、 ありがとうございます。